はい、どうも、どもしです。チャンネル登録お願いします。この間ね、先月の末ですよね、23日、あの西船橋でさ、あの生きてるのが奇跡レベルの事故に遭われたのりさんっていう方がね、あの三福の盟友らしいんですけど、いやね、今日ツイート上げられてね、あの足が一本ね、ダメだったみたいですね、うん、足の一本を失ったぐらいで何なんだよ、不自由とは不幸は不自由と不幸はイコールじゃない、手術は明日っていうことで、うん、これ再手術みたいですね。なんかちょっと温存しようとして切ったんだけど、もうちょっと切るよみたいな話だと思うんですが、まあね、生きてるのが奇跡っていうレベルですからね、やっぱ大満足ではなかったということでね、ちょっとねこれはショックですよね。いろいろこうコメントとか見てるとマジかよみたいな感じで、まあなんかレクサス買うとかね、あの保証金でレクサス買うとかいろいろ書いてありますけど、いやーどうなんでしょうね。車も結構運転するの大変ですよね、しないと手でやるんですか。まあウーバーもできないですしね、どうするんでしょうね今後ねこれ、うん、まあでもどうなのかな。まあいろいろできることはありますよね、うん、まあ、YouTube やったり、まあ漫画描いたり、まあいろいろできるとは思うんですけど、なかなかねわからない。のりさんがおいくつなのかわからないですけどね、まあ多分俺より若いと思うんですけど、しかもその状況も書いてありましたよね。なんか、青信号で突っ込んだのかと、青信号でノーブレーキで交差点に突っ込んだのかと思ったら、いや普通に止まってて、青信号でスタートしたところに突っ込んできたみたいなこと書いてあって、ね、避けられんじゃないかみたいな感じになってますけどね。わかんない、どのぐらいの大きさのトラックなのかわかんないですけど、やっぱまあ本当生きてて奇跡、死んだら終わりですからね。足一本で助かった命ということで、まあ前向きに生きていくしかないんでしょうけどね。いやでもちょっとね、あの今はもうだいぶ回復しましたけどね、やっぱちょっとその事実っていうか、あれって見て、そのコメントとか見て、あこの間の西船の事故の人だってなった時にちょっとこう、いやマジ気をつけてもね、やっぱ避けられない事故とかはどうしてもあるから ね、ちょっとこう日々稼働している自分のなんて言うんだろうね、儚さというかさ、まあ、いつ自分がねそうなっても不思議ではないわけですからね。ということでね、まああののりさんのね、その手術の成功とかね、まあ、そのリハビリとか、なんていうんですかね、今後の人生に差しあらんことをね祈るばかりですかね。まあ足ね、まあ、八津さんもこの間、八津さんも足切ってましたからね、あのプロレスラーの八津さんね、まあ、彼は糖尿病なんですけど、分からんけどね、まあ、年齢とかも違うでしょうし、なんとも言えないんですけど、でも結構、八津さんはなんかすごいですよね。八津さん、安義明って言って、元オリンピックに出た人なんですけど、足がなくて、もう義足レスラーとしてね、なんか別に足切ったからっつって、どのぐらい切ってるのか分からないですけど、足切ったからって言って、その、まあ引退とかじゃなくて普通に義足レスラーとして活動されてますからね。この間どのくらい切ってるのかわからないですけど、でも多分義足つけてるっていうんだからね、結構切ってるんじゃないかなと思うんですけど、いやーまあね、みんなも気をつけてね、あの安全にのりさんの分もね、
配達していきたいなと思いますけどね。やっぱ事故には本当に、事故は避けられないと思うんで、気をつけてやりたいですね。あとトラックの運転手の人もね、気をつけてほしい。以上、さいちゃんでした。チャンネル登録よろしくお願いします。